ーリエルの盾って。パワーバスをすると溜め溜めるには解放か。勝負。ああ、そういうことだったんだ。まだ行ってないブーツあるんだからな。ここに出るの。なんだこれしかなかったの。こちら。おじさん。ちゃんどこ行った。これって期待したらどうなるんだろう。ジゴッターナルの影によりお前に勝ち目はない。やっちゃえよ。
それならベル君からも行けるってことこれ。今まで誰だ。いやー早くおらあ敵対してる勝てると思ったよ。泣き収めてくれるんだ。影に召されるのだ。影に消えろ。ありがとう。あなたのおかげよ。レベル上げたいからもうちょっと。闇の抱擁を味わわせてやるわ。誰かいるの？来なさいよ。哀れなやつ。気をつけて。当然よ。やめて。こんなんなるんだね。とりあえず今晩までいいか。お前のいる場所じゃない。ここはお前のいる。それ以上近づくな。近づくな。誰かいるの？誰か。まあ、出してこい。いやー。殺した。ダメか。もういいだろう。もう一人。もう一人だと言った。でしょ、やっちゃったのこれ。あらら、
クエストを行ってきたんだけどな。先を急ぐわよ。頼むから消えてくれ。そんなつもりなかったんだけど。BMW できないクエストになったか。いたわね。命はいただいた。影に消えろ。まずい考えだわ。死ね。その手を近づけるんじゃないわよ。カズリキ、こんな死に損ないか。カズリキ、ないわね。背中から突っ切る。おら、殺してやる。こんな死に損ないか。蹴りをつけましょう。
ギターね。気をつけて。いやー、ギターね。気をつけて。ダメだ。いややれるもんならやってみろ。影に消えろ。はまってる。影に召されるのだ。この石何だ。おいで、闇の光量を味わわせてやるわ。影から死をもたらしてやる。殺さないで。味方で争ってるの。痛い目に遭うぞ。下がれ。いいわよ。練習できれば私も助かる。誰かいるのか。私の獲物よ。あれは何。誰かいるの。危ない。戦いの30分に延長しました。ちょっとでいい。やめろ。都合な鎧だった。絶対に生きては返さないわよ。大した腕じゃないわ。ノクターナルの加護により、お前の勝ち目はない。おいで。闇の抱擁を味わわせてやるわ。ほら、気を出なさい。見つけたわ。いいわね。練習できれば。待って。こっちよ。あれは何？いた。おいで。来なさいよ。行くわよ。
厄介事に巻き込まれるつもりはなかったのに。死の影が迫っているのは効かないわね。しまった。この刃の鞘はお前の心臓よ。終わったよ。調べてみるわ。誰かいるの？今のは何？まずい。今のは何？気をつけて。気をつけて。これは私のものよ。やあ、ほら、しまったよ。まだ敵対する。やっちゃえ。期待したまま。やあ、私が怖いなんてことないわよ。聞こえている。すぐに知らせてあげるわ。お前の命これまでよ。ロッカーなるよ。導きを。危ない。見つけたわよ。その程度ねえ。天罰下った。中に入ってここでセーブしなかったの。あれセーブされてない。ここはお前のいる場所じゃない。最後の警告だ。今すぐ立ち去れ。あの人倒されたままか。おいで、闇の抱擁を味わわせてやるわ。魔法石鹸。誰かいるの？さあ、死ね。
ターナルよ、導きを。見つけたぞ。いや、消えろ。狙ってる、モテル君。ないんだけど、ちょっとここさ。スカイヘブン聖堂へと続いてる。あれだな。私に呪文をかけないで。誰かいるの？ノクターナルの加護により、お前に勝ち目はない。ああ、私の獲物よ。
ここにいるのは誰だ。これで終わりだ。影に消えろ。闇に食われろ。痛い目に遭う。ごめんなさい。ワンカまだ早い。この手で殺してやる。すぐに死なせてあげるわ。お前、うわ、こういうことはずっと前に卒業したんだ。その程度か。それで全力か。自得だ。なんで死なないんだ。殺すことはないでしょ。お前は死んだも同然よ。こんなところに。いや。この手で殺してやる。死なせてあげるわ。ここから狙ってきてね。
やめなさい。三流魔術師なんかにやられてたまるもんですか。やっとここまで来たか。今のは何だ。聞こえた。やはり空耳じゃなかったのね。この辺から戻すか。これは期待できそうね。そうだ、間違いなくここは赤蛇初期の石像建築だ。この橋を壊さなきゃダメね。これらの柱に何かあるよね。そうだ、赤蛇のシンボルだ。そっちのシンボルの意味は王と戦士。そしてもちろんドラゴンボーンのシンボルだ。下の方を指している矢のようなものを持っているのがそれだ。ドラゴンボーン。何をしたのかわからないけど、うまくいったわ。ブレイズの先達たちが何を残してるのか楽しみね。ここにないの。大丈夫そうだわ。行きましょう。近くに遺物はありません。入り口はもうすぐのはずだ。水上方向ができる。一応覚えて。素晴らしい。意外にも保存状態も良好だ。ああ、これが血の印だ。
もう一つの失われた赤びりの技術だ。引き金が血によって引かれたわけだ。ドラゴンボーン、お前の血だ。ここを見てくれ。古代のブレイズがどれほどレマンシロディールを崇めていたかがわかる。レマンシロディールって誰？エズバーンが正しいのかもしれないわ。ここ全体がデマを祀った祠のようだ。あれよ、彼は例の神秘的な状況下で赤ビリの信仰を退けた。やったわ、入り口よ。お先にどうぞ、ドラゴンボーン。スカイヘブン聖堂に最初に足を踏み入れる栄誉はあなたのものよ。中で何を見つけるかは分かるまい。夜空素晴らしい。最初の赤ビリの浅浮き彫り、ほとんど全てが完璧な状態で残っている。見事だ。赤ビリの職人がより流れるようなノルドの流儀を取り入れ始めていたかがわかる。ここがアルドゥィンの壁ね。そうでしょ、エズバーン。もちろん結構。後で見て回る時間は十分あるはずだ。先に進んでみよう。ショールの骨にかけて、これだ。アルドゥィンの壁、ほとんど傷んでいない。これほど見事な第二期初期の赤ビリ彫刻のレリーフがあるとは。なるほど。ソウルの花。うん。さて何かわかるかな。おじいちゃん、ちょっとしたよ。すごいことだと思わないか。ああ、ありがとう。素晴らしい。さて、どこまで話したかな。ファーストセラム。おばあちゃんどこ行った？何なの？もしもし。すごいことだと思わないか。ああ、もちろん結構。誰もが世界の芸術的な脅威に造詣が深いというわけではないからな。正しいパネルを見つけられるかな。
やっぱりおばあちゃん来ないとダメでしょ。これおばあちゃんどうしたの？セーブしてから。30分延長しました。せーの。おばあちゃん、こっち来て。なんか用？理科社会に出てみるか。